日常運動の食うたにようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちら並谷町のホッケの塩焼き缶詰を食べたいと思います。缶詰でどちらかというと青魚のイメージあるんですが、ホッケなんてあるんですね。まあホッケも食べたことはあるんですが、珍しいと思って買ってみました。それでは、中身はこんな感じでホッケがぎっしり詰まってます。汁こぼれるな、これも見えるけど、まあ食べられるでしょうね。で、それではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。旨味をたっぷり凝縮されたホッケを噛むと程よい塩気が入ってきて、とても美味しかったです。食べ応えもあるので、このカロリーの割に満足感があるのもいいですね。もっとお魚に手軽に食べたいという方にはおすすめですので、こちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントお楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。Thank you.